船では時を知らせるために鐘を打つ。真夜中の0時から始まって30分ごとに天正を一つずつ増やしていく。0時30分に1点、1時に2点、1時半に3点と打ち続け、そして4時には8点正となる。4時半はまた元に戻り一つ打つ。以後4時間ごとに繰り返し、30分に一度鐘の音が船内に響くわけである。ただ航海中の夕刻は打ち方を変える。6時には4つ、ついで6時半には5つ鳴らすところを1つにしてしまう。7時には2つ、7時半には3つ、そして8時には元に戻し8点正となる。このわけにはいろいろある。薄暗く物悲しい海の夕刻、闇と共に海坊主が現れ船員を海に引きずり込むという伝説が語り継がれているので、この時刻になると船乗りが恐ろしがって働かなくなった。そこで船長は夕方の6時半一点高らかに鐘を打ち、海坊主をまだ夕方にならないぞと騙すために鐘の数を変えたという説がある。